アラベサーババラです。はい、最近に来ましたババラ主催ゲーム大会の結果発表。はい、今ね、26日の10時です。今からお家にロックをかけていこうと思います。誰かいるかな、家にいますか。ゲーム途中でもロックをかけるっていうあれだったんだけど、いないね。はいはい、このねゲーム大会が何かわかんない人たちはね、ババラがいつだったかな、火曜日ぐらいに上げた動画で、はい、ゲーム大会をね最近てか今さっきまで開いてました。ではではお待ちかね、結果発表といきましょう。さあ、誰が優勝したかな。中間報告だと結構ね激しい戦いになってたんだけど、あ、ピーポーくんが1位、てっぺいが2位と3位獲得してます。おめでとう、2人とも。すごーい。ご参加ありがとうございます。いや、今回のゲーム難しかったっぽくて、結構いろんな人からね、苦情が来た。勝てるわけないだろう、みたいな感じで。だろうね、ババラもこれ勝てんわ。30がやっとなのに。1000いってる、この2人。おかしいでしょ。はい、ではね、早速優勝者の2人にね、はい、こちらがピーポーくん。ピーポーくん、おめでとう。参加してくれてありがとう。1位になったので、1位の人は、あの、3つの中から選んでもらいます。ピーポーくん、どれを選ぶかな？はい。これですね。もう、牛のかぶり物持ってるから、牛は選ばなさそう。かわいいな、牛。はーい。てっぺいおめでとう。てっぺいはね、もう決まってるんだよね。2位と3位はもう決まったね、商品の中からになるので、選ぶってことはないので、2位にはこの120ダイヤの釣り竿になります。これにし、あ、1位の人の手紙カラフルにするの忘れたんだけど。やらかした。特別な手紙にしたかったのに。で、次は、てっぺいは、3位を獲得してるんで、3位のね、あれ、プレゼントも送りましょう。3位はね、このバケツ、雪合戦のバケツになります。いや、もっと豪華なものにすればよかったな。そしたらみんなもっと参加してくれたかな。はい、1位に3位までのね、あの、しか誰が参加してくれたか分かん、名前が載らないから、それしか参加してくれた人は分かんないんだけど、参加してくれた人たちありがとうございました。いい大会になったはず。あ、でももうこの大会はやらない。なぜかというとすごい苦情が来たから。はい、ではね、みんな、ピーポーくんの返事、どれ選ぶか分かんないけど、ピーポーくんの返事待ちしてる間に、ブラックフライデーがやってるので、ブラックフライデーはね、他のなんか家具とかコスチューム安くなるだけじゃなくて、このガチャガチャも安くなってます。あい、素晴らしい。ババラね、2、3回引いたんだけど、すでに。でも他にもまた引こうかな。何引こうかな今度。待って、ユリガチャが復活してる。これさ、昨日なかったよここに。嘘でしょ。あー、昨日引かず今日引けばよかった。早速引いていこう。これ大好きなの、この花のランプ。本当に可愛い、おすすめです。さあ来い、花のランプ。うわ、ラグですねこれ、ユリのがラグです。さあ花のランプ来い。やった来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 た。いや、これ連続来るんじゃない。連続来なさい、連続。こちらに、こちらに来るんだ。あー、これは何。え、靴いらないんだけど。大丈夫大丈夫大丈夫じゃない、大丈夫。お願い来て。いや、全部あのランプがいい。よし、まとめがいい。10回連続ガチャいくよ。来るかな。あ、いや、ダメ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 、やめて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 、ダメダメダメ、やめて、いい加減して、ラグ、やめてくれ、お願いだ。あ、来た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 、連続チャンス、連続連続、来い来い来い。あ、最後の1回だった。最後、もう1回行こう、もう1回10回連続行こう。これは意外と来てる、ランプが意外と来てるよ。しょっぱなこれ連続ありだよ、連続来い。やめろ、やめるんだ、
あ、いいよ、いいよ。これ持ってないかもしれない。持ってるかな、わかんない。やめてくれ。ランプ、ラグはもういらない。ラグはいらない。ラグはやめて。ダメだこれ、もう諦めたな。でも可愛い、いっぱいで、ね、ライトが出て、あれ本当に可愛いの、ちょっと見てほしい。ライトがこれ宙吊りになる形なんだけど、ちょっと壁作ってもらって、このね、壁の作り方わかんない人たちはババラね、動画で、簡単超すごリモディングっていうのをね、教えてるんで、これを使うと、このパーテーション、今飾ってる2つのパーテーションが壁になるんでね、いろんなリモディングの幅が広がります。ぜひババラの動画をご覧ください。はーい、このね、ランプのね、花、逆にすると超可愛いの、見て。花でしょ。すごく可愛くない？大好きなんだって、これが。これね、ありえないほど欲しいんだよ、私。可愛すぎるんだけど、本当に。ね、光るとね、まあ光らずに使っていたいんだけど、光るとさらに可愛い。見て。可愛くない？すごい可愛いと思うんだけど。はーい。はーい。こんな感じ。はーい。はい。で、先ほどね、メッセージ来てたので、もしかしたらピーポーくんからのね、どれが欲しいかっていうね、最終、お返事かもしれない。見ていこう。わーい、やったー！だって。かわいい。ピーポーくんね、参加ありがとうございました。驚異的な数字をね、叩き出したピーポーくん。恐ろしいわ、この子。なんて書こうかな。1位の、景品です。おめでとうございますかな。これが無難じゃない。あ、で、手紙のやつは、可愛くしよう。どれがいい？このクリスマスのやつ、ちょっと特別感あることない？これにしよう。これ1位っぽい。1位の少女っぽい。え、よくない？え、すごいいいと思ったんだけど。よき。これで合ってるよな。はい、送ります。参加ありがとうございました。たくさんの人の参加もありがとうございました。もうね、この大会は開かないであろうと思います。ご情報がたくさん来たので、また別の大会を考えて、みんなにプレゼントを用意しようかなと思います。はーい。ではね、ババラ、他に何、あ、この看板取らないとな。せっかく飾り付けしたのに。このね、やり方もさっき紹介したリモディングの動画に載ってるのでね、ぜひ見てください。はーい、見て、今のね、これ何だっけ、感謝祭のイベント、ババラあと少しでね、全部集めれます。最後のプレゼントの箱を開けれる。なんかさ、ババラいつもだったらイベントの動画いっぱい作るのに、なんで今回作らないのって思ってる人がいるかもしれないんだけど、聞いてよ。いや、みんなさ、ひらめつるのすごい苦労してると思うんだけど、ババラさらに苦労してさ、もう昨日はもう諦めて釣りしなかったんだけど、4日だよ。4日連続1回もひらめつれんかった。で、なんか、ボートがいいよとか、深い海がいいよって、よく、あ、深い海じゃないや、深海か、深海がいいよって言われて、いろんなとこに釣りに行って、最終的にはお家でホームパーティー開いて釣ったんだけど、1匹も釣れなかった。一匹もだよ。これはもう諦めたもん勝ちだなと思って、もうゆっくり、もうギリギリになっちゃった。あと3日でこのイベントが終了しちゃうギリギリですね。はーい。もうゆっくりやってたから、やっと、最後のが集めれるんだけど、でもね、今回のイベントは全部集めなくても、プレゼントボックス押せば、何が入ってるかわかるんで、まあ動画作らんでいいかと思ってゆっくりやりました。はい、イエイ、これです。これで最後の宝箱が開けれる。どれ買おっかな。これでいいか。てか、これしか買えんか。オッケー、イエイ、最後の宝箱。ダイヤ、車、トロッコみたいな車、これかわいいかも。で、服かな。服。これが一番可愛い。車より嬉しいかもしれない。鳥。可愛い。はい、あとね、そういえばあれがあった。これ。見て、これ何？釜？何これ。
見て、畑仕事で使うはずなのにもはや武器化してる死神みたいな感じになってんだけどほらほらほらみたいな特にうちの顔でこれやったらちょっと怖いよねはい、そんな感じです。これかわいい、ニワトリもかわいい。車がなんか後ろに人が乗れるみたいなんだよ。見てこれ、こんな感じ、かわいくない？家にね、飾れるんだったら飾ろうかな。かわいい、飾るとしたらすごいかわいいんだけど。これか、イベントの最後ら辺になるとみんなやると思うんだけど、かぼちゃガチャはね、何がかぼちゃのガチャに入ってるか知りたかったら、この確率情報ってところを押してもらうと、何が入ってるか書いてあるので、そこをね、チェックしてみてください。何パーセントぐらい、確率も、書いてあるんでね。はい。まあ、すごくいいものはさほどって感じかな。なんか消耗品とキューブが多い感じ。マットが嬉しいかな。あとテーブルぐらいかな。はい。では皆さんご視聴ありがとうございました。いや、今回の大会すごい楽しかったし、イベントもね、かっこいいもの、このタルトが最高に、これらをね、ババラ集めていきたいと思います。はい。またの機会があったらよろしくお願いします。みんなね、イベント参加ありがとう。チャオ、ビュー。バイバーイ。また同じ失敗しちゃった。何度目の事故。